していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。大体6作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。ハニーレモンソーダ、ぶっしゃけおまんじゅうって、ホモ漫画以外の恋愛漫画って、何が面白いのかさっぱりわかんね。ホモ漫画ってのは BL 漫画のことを指しているのぜ。おら、さっぱりわかんね。でもアニメ化したし、頑張ってレビューをするのぜ。で、まあなんで BL 漫画って面白いの？って部分だけど、単純にトイレットペーパーとかウルトラマンとか、ドラゴンカーなんちゃらに熱情を催す人間って、見ててインタレスティングじゃんって部分が面白いんだよね。BL 漫画ってのは女性向けのスケベ本だから面白いのぜ。まあそんな感じで、おまんじゅうの恋愛ものに対するレビューって、普通のレビューにも増してヨタ話だから、そんな感じで聞いていただくとありがたいのです。内容は陰キャの JK のメインヒロインの女の子、それと金髪のヤンキーの男の二人の王道を行く恋愛もの、ナロー系漫画で、とりあえずトラックに引かせるくらい、テンプレ、手におはができている作品であり、右ストレートでぶっ飛ばす、まっすぐ行ってぶっ飛ばすというような作品。この漫画は少女漫画を主に読む層が共感が持てるように作られており、主人公は陰キャのコミュ障のぼっちという学園カースト底辺の JK、こいつが学園カースト上位の金髪のヤンキーに惚れて、もっと前向きになろうという感じの、君に届けのような作品。主人公がぼっちで陰キャだって説明する必要があるから、クズ人間が配置された作品なので、優しい世界ではないので、あんこが、トゲトゲしている時には向いていないかもしれない。これはもう、戦隊ヒーロー番組に悪の怪人軍団がいないと成立しないように、底辺だった主人公が、メインヒーローの助けを借りて、引っ込み思案だった性格を豪傑に変えますって感じのシナリオだから、対比を彩らせるために、クズのカマセイヌとかモブを配置する必要があるからなのぜ。君に届けとか好きならハマるんじゃないかな？って感じの作品。ちなみにパツキンで思い出したどうでもいい小話をしてもいい？どんとこいなのぜ。パツキンにするには、ブリーチっていう脱色って言って、一回黒い髪とかなら色を抜かないといけないんだけど、どんなにしつこくブリーチしても、どうしてもベースカラーって残っちゃうから、例えばモンゴロイドのおまんじゅうがブリーチかけてパツキンにしたとしても、おまんじゅうのような一部のコーカソイドが持つ、実家のような安心感のある、ナチュラルブロンドパツキンにはならないんだよね。ベースカラーがブラックの主にモンゴロイドとかは、画像のようにおもちゃっぽい黄色になるのぜ。それと、コーカソイドでも、ぶっちゃけナチュラルブロンドの割合って多分 10% 以下だし、この画像に映っているボーイも、大人になると、ブラウンカラーに色が落ち着いたりするから、ほとんどのコーカソイドの女性がブロンドカラーだとしたら、だいたいブリーチかけてパツキンにしているよ。この辺は別にモンゴロイドだけがパツキンに憧れているって感じじゃなくて、割と、コーカソイドもコーカソイドで、パツキンに憧れているのぜ。ただ、ベースカラーがブラウンだから、大抵のコーカソイドはかなりナチュラルブロンドに近い色温度になるのぜ。という小話でした。ちなみにハニーレモンソーダ実写で調べたら、次の予測検索候補がひどいぜ、さすが安心と信頼、実績の持つジパングのジパング映像業界なのぜ。そう笑ったのぜ。この人たちって、たとえどんなに質の良い食材を集めたとしても、必ずまず飯にする才能に満ち溢れてるよね。ぶっしゃけ、漫画原作者は、リアル映像化のオファーが来たら、迷惑料として1000万くらいもらってもいいと思うのぜ。漫画家はなんで、安心と信頼の客が逃げ出す名店だって調べればわかるし、契約料も100万とかしかもらえないのに、わざわざ評判を下げるような実写化を許可するんだろう？これがわからないのぜ。ちなみにうちらおまんじゅうは B 級映画大好きなんだけど、ジパングが作る映画は B 級映画ですらないのぜ。B 級映画って、サメ映画に代表するように、低予算で、尖った俺がてっぺん目指してやる、っていうぶっ飛んだ監督が作るぶっ飛びまくった映画だから面白いんだよね。ジパングの映画って、ぶっしゃけ、洗濯機のぐるぐるを眺めていた方がマシって感じの、5倍速でも正直辛い映画とかです。だからうちらは基本、ジパングのアニメ以外の映像コンテンツを見ないのぜ。戦略、山暮らしを始めました。2024としっぽいというか、一通りナロー系が一巡してレッドオーシャン化した後に生まれたような作品。シナリオは、恋人に振られてこじらせてしまった主人公が、山を買って田舎暮らしを始めるというスローライフ漫画。得意な部分は、カラーひよこなるひよこを買ったら、そいつが実はひよこじゃなくて、ファンタジーモンスター臭いという部分。この漫画のすげーなおいって部分は、
この主人公が購入したファンタジーモンスターと後々出てくる3種類のファンタジーモンスターが存在するということ以外は一切ファンタジー要素がないという部分。例えばファンタジー世界と繋がってってこともダンジョンが現れることもエルフや獣人、女騎士、ゴブリンが出てくることもないのぜ。で、このファンタジーモンスターを中心とした漫画なのかといったらマジでそんなこともないという感じだし、主人公を含めて村の民々たち以外の若いメインキャラクターたちはほぼ全員 DV されたりストーカーされたりといったハズレを引いて人間嫌いをこうじらせている人々たちなので、なんか恋仲に発展しそうとかそういうのはほぼなさそうな部分も語彙数。何が語彙数なのかというと漫画としての起承転結を徹底的に潰している部分なのぜ。ただ何でもかんでも恋愛要素入れれば面白くなるかっていうと全くそんなことはなくて、恋愛にクソほども興味のない怪獣大好きな樋口誠氏にクソつまらない本格恋愛漫画を作ってほしいというか、まあそういうのなら見たいって思うんだけど、樋口誠氏はかわいそうなくらい恋愛映像を撮る才能がないのに、大人の事情で脚本に恋愛要素入れなきゃならない縛りなのか。マジでそのせいでゴミ漫画原作映画を量産する信頼と実績のある監督なのぜ。まあそんな感じで何でも恋愛入れればいいってもんじゃない話です。例えば主人公の元恋人が現れるわけでもないし、こじらせている主人公なので恋愛はゴリゴリって感じだからラブコメというフラグはない。異世界もダンジョンもないから冒険者を始めるわけでもない。内容的には恋愛要素を抜いた田んぼで拾った女騎士、田舎で俺の嫁だと思われているから恋愛要素を抜いた作品だが、淡々と心情とか田舎暮らしを紹介する部分がクソ上手でありクソ読みやすいので普通に面白い。なんていうか徹底して恋愛要素だったりを回避している部分が面白いのぜ。それと普通にあれ？もしかして主人公とこいつ、CP するんじゃないの？って感じのキャラクターも、パニック障害とかの性格設定してて、読んでてこいつはないわーって印象を抱かせる性格設定しているし、ガチで徹底してフラグを立てさせないように作られたこじらせているシナリオがいいのぜ。異世界マンチキンエッチポイント1のままで最強最速ダンジョン攻略、テーブルトーク RPG、ダイスとかオフステージが出たら成功とかそんな感じのビデオゲームが出る前に作られた、ビデオゲームの祖先みたいな遊びのことなのぜ。それを使って作られたナロー系漫画。この漫画は主人公がおまんじゅう好みの、おいおめえさっきからうるせえぞなのぜ。ぶっ殺すぶっ殺すってよ、どういうつもりだてめえ。そういう言葉は俺たちの世界にはねえんだぜ。そんな弱虫の使う言葉はな、ぶっ殺す、そんな言葉は使う必要がねえんだぜ。なぜなら俺や俺たちの仲間はその言葉を頭に思い浮かべた時には実際に相手を殺やっちまってもうすでに終わってるからだったのぜ。だから使ったことがねえのぜ。おまんじゅうお前もそうなるよな。俺たちの仲間ならわかるか、俺の言ってることへ。ぶっ殺したなら使ってもいいのぜ。という感じの合理的漫なので読んでてイラッとする部分が少なく面白い。まあおバカすぎて友人のお遊戯会を見るような気恥ずかしさ全開だったり、温厚な上司を怒らせる系の漫画もそれはそれで面白いのぜ。シナリオは腹からの芋じゃと一緒に異世界転移したと思われる兄者が主人公。こいつがなんやかんやあって異世界チート特典と永遠にエッチポイント1という呪いを受けて異世界ファンタジーの世界に転生する。そこからテーブルトーク系の暗黒魔法を駆使しつつ、疑似ハーレム候補たちの課題を解決しつつ、イモジャを探し出すために頑張るというシナリオ。シナリオとしてクッソ面白い部分は、タイトルの通り主人公はエッチポイント1というピーキーな設定であり、転んでもガメオベラというスペランカーなので、基本的に戦略はハメ殺しが中心。いかにして有利ポジを取って、手札を使ってハメ殺すか？という部分の工夫が面白いのと、次に、クエストに制限時間を設けている部分がモルトベーネであり、例えば妹の情報を手に入れるためには4日以内に盗賊団のアジトに行く必要があります。4日を過ぎると盗賊団はいなくなるでしょうみたいな感じで、強制的にイベントに参加せざるを得ないような状態を作り上げるので、悠長にレベリングだったり、素材集めをしている余裕がなく、手持ちのリソースを駆使して、多少仲間を騙すことになったとしても、テレンテクダを使って合理的に進行しなければならないという部分のシナリオの作り方がモルトベイネ。それとおまんじゅうたちはぐるぐるとかが好きなので、ぐるぐるネタとか差し込まれるところっと言ってしまう。ことあるごとにそういったネタを差し込んでくるのぜ。この漫画はダークファンタジー系なんだけど、この作画担当の生来の漫画好きだったりお調子者な性格が漫画の深みを増していて漫画がより面白くなっているので、漫画を楽しく描いていたり、漫画にかけるこだわりとかってのは、ほぼ誰か少数は理解してくれるのぜ。だからリソースが許す限りこだわりは追求した方が良いのぜ。タイトルがわかりにくくアニメ化向けではないが、間違いなくクソ激烈に面白い作品であり、アニメ化してほしい。良いアニメ会社を引ければ、アニメとして伸びる要素が多いおすすめの作品。独身主義の令嬢は、
公爵様の溺愛から逃れたい。内容は、昔未了魔法を持っていた魔女によって、国が一つ傾いてしまったという設定のある世界観。そのファンタジー世界で魔女の能力を持っている、バリキャリ思考の霊嬢が主人公。ちょっと話を脱線するんだけど、うちらおまんじゅうは大正時代の女性は嫁ぐか娼婦になるか、しか選択肢がほぼない世界があまりにもクソすぎて、しょっちゅう大正はクソだとか言ってるんだけど、なんやかんや中世ヨーロッパの貴族も、政略結婚で嫁ぐか、姫なら隣国の人質になるかって感じで大正というか、産業革命以前の社会って極めてオンピッピだなって思いました。まる。シナリオはそんなバリキャリ思考の女の世界では、真実の愛に目覚めて婚約破棄をすることが大流行中という、末法めいた世界であり、主人公も日頃の努力が功を奏しぐじくず貴族との婚約破棄が成立。ぬわーん疲れたもーんということで、これからは面白おかしく独身貴族をたしなもうってなっていたら、なぜか超絶格上の貴族から婚約の打診事案が発生。なんやかんやあって、貧困法制、家が太い、頑張れば細長いケメソ、性格が神、という超絶有料物件であるが、お一人様をたしなみたい主人公の女は、このイケメソをプロデュースすることで、誰か当て馬を探して、自分はまた、お一人様目指そうぜという体から始まるラブコメ漫画、面白いなという部分は、歴戦の猛者しか存在しない戦場に新兵のワンコを投下するみたいな表現であり、デフォルメの表現のワンコの作画が可愛い。